12月ということで、もうクリスマスも近いので、ちょっと僕が九州の出身なんですけど、すごく尊敬しているシオンっていう人がいるんですよね。最近役者とかもやってるんですけど、でその人が作った12月っていう曲があって、すごく僕中学生ぐらいの時から真似してやってました。カノン、アコギターでどれが使えるの？あ、吉野で、いつもバンド形式でやってるんで、今日もちょっとそういうドラムとかエレキとかそういうんじゃないですけど、ちょっとアコースティックセットでもバンドみたいな感じでやりたいなと思って、ジン君とさっきなんか叫び系の将来有望な古代のこれ借りるよカノン君にちょっと手伝ってもらって一曲やりたいなと思います。準備が整うまでしばらくお待ちください。そうですね、だいぶ待ちください。ちょっとこれ、あ、今日実はですね、本当はキラーズっていうバンドでこの3人ともう1人アキラっていうのがいてですね、その4人でやろうと思います。そうだ、ちょっとその喋っちゃうアキラっていうベースが昨日死んだんですよ。死んだの解散ですか？インフルエンザにかかってちょっとみんなの前に出てこれないような状況になって、僕の中では昨日あいつは死んだ。扱いで死んだよ。そう、また多分ね、生き返る予定なんで、インフルエンザウイルスが死んだら生き返ると思うので、そうなった時にまた4人でお会いできたらいいかなと思います。いけますか？二人に疲れては一人に戻り、また誰か恋しくてまた繰り返す。屋根の上の猫がそんな俺を見て、珍しいものでも見るような顔をして笑った。変わりゆく時間に心は度はされ、今日一番の宝は明日傷かもしれねえ。もう何を見てくれ、聞かせないでくれ。強く手を握りしめた恋人たちを俺は見た。12月街はクリスマス気分、あちこちから思い出したようにジョンの声、そして俺と起きたらいつもこの頃になると、何かやり残したような柔らかな後悔をする。捨ててしまえばそこから全て新しい暮らしが始まるわけじゃなく、屋根の上の猫が気にするまでもなく、顔が入れ替わるだけの苦笑いがあった。日から見た時間に夢という水をまき、なんとか本当の出口を探し歩く。そこから何が見えたら満足なのか、俺にはわからない、わからなくなった。12月街はクリスマス気分、あちこちから思い出したようにジョンの声、そして俺と起きたらいつもこの頃になると、何
街はクリスマス気分、あちこちから思い出したようにジョンの声、そして俺と起きたらいつもゴロゴロになると、何かやり残したような柔らかな後悔をする。